テレ朝実写ドラマ版ブラックジャック、ドクターキリコの性別を女性に変更し大炎上がネットで話題。内容はこちら。テレ朝が実写ドラマでやらかしているようです。では内容を見てみましょう。セクシー田中さんから何も学んでない。テレ朝ブラックジャックの改編に批判の嵐。このキリコは男性ですが、ドラマでは女優の石橋静香が演じることになっており、ネット上で論争となっているのです。週刊誌記者 X にはブラックジャック期待してたんだけど、なぜドクターキリコを女性にしたんだ、ドクターキリコの女体化&キャラ改変とか、同人誌でやりの予感などの声が多数見られる。キリコを女性にした理由を6月20日の朝日新聞のインタビュー記事でこのドラマのプロデューサーが語っています。海外で安楽死をサポートする団体にはなぜか女性の姿が多いなどとの考えの積み重ねから女性になったということですが、多くのブラックジャックファンは納得がいかないようです。この報道を受け、次のような批判の声が殺到。ハス、実写版ブラックジャック、ドクターキリコの登場シーンを撮ったこの写真だけで見る気がうせるわ。謎の性別変更、カツラ丸出しの髪型、キリコらしさのかけらもない表情、いろいろとひどい。実写化は俳優たちのコスプレ大会じゃないぞ。つくもん。ドクターキリコが女性？テレビドラマの脚本家は原作改編しなきゃ死ぬ病なの？ブラックジャック先生に頼んで直してもらった方がいいよ。ぶっと、グデ玉て。なぜテレビ局は自前で原作を作れないのか。常にどこかに頼る。そして原作を破壊する。シン・ゴジラヤン。ブラックジャック期待してたんだけど、なぜドクターキリコを女性にしたんだ。アバスール、そもそもドクターキリコって安楽死専門家じゃなくて、初期提案として安楽死も選択肢に入れているだけなんだよな。救えるものはできる限り救ってる。ちなみに原作のドクターキリコがこちら。さすがに性別変更はやりすぎですよ。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。またかよ。改編や改悪して原作クラッシャーするぐらいならオリジナル原作でやりゃいいのに、作品の知名度だけ利用して中身は二次創作とか誰得なんですかね。あ、わかりましたわら。なんでそのまま出すってできへんねん。原作なしには脚本ができない人たちが、テレビという常に上から目線の媒体とタッグを組むことで、何でも自分の思うようにできるという意味不明な相乗効果があるようです。実写化の必要もない。ほんと改変の病気治してもらえよ。やっぱりダメだ。テレビ局。次はこちら。他人の作品使わせてもらってるくせに、リスペクトがないどころか、自分が使ってやってるんだから好きにさせろって感覚なの、ほんとクソ。配役ありきで脚本いじくるのやめろや。ドラマは芸能プロダクションが売り出したい芸能人のプロモーションビデオちゃうんやぞ。脚本より出演者が先に決まってそう。女優ゴリ押しした事務所があるんだろ。金儲けが第一だから。原作再現や原作ファンはどうでもいいということが透けて見えるんだよな。気づいてないと思ってるんかね。原作者が亡くなっているから、いろいろ口出しされないからやりたい放題なんか。死んでる原作者から作品引っ張ってくれば、改ざんし放題ってか。セクシー田中さん事件を受けてもなお、改編を行うテレビ局。理解不能です。次はこちら。
海外で安楽死をサポートする団体にはなぜか女性の姿が多いなどとの考えの積み重ねから女性になった。キリコは安楽死専門医じゃねえよ、わら。原作一回も読んでない可能性すら出てきたな。女優を使わないといけないとか、いろいろしがらみがあるんじゃないか。名前がキリコだから女性にしたってことはないよね。ないよね。ブラックジャックとラブロマンスでもさせる気なんじゃねえの。女にする理由ってそれくらいだろ。ちょっと恋愛感情入れてきそう、わら。女性医師も入れないとポリコレ的にバランス取れないからね。もしかしてドラマにポリコレをぶっ込んだとか。最後はこちら。なんでこんなコスプレ調にしちゃうの。いや、ほんと懲りねえな。下手な言い訳しないで、事務所の都合でねじ込みましたって言え。原作はテレビ局がいじくり回す。なんかこれがデフォになりつつあるな。絶対見ようって思ってたけど、もう絶対見ないわ。数々の名作をダサ作にしてきたテレ朝さんだぞ。何を期待してるんだ。テレビはもう終わり。ゴミみたいな連中がゴミみたいなものを作ってるだけ。原作にリスペクトのないテレビ局。またテレビ離れが加速しそうですね。結論。日テレのセクシー田中さん事件を受け、原作改編に対し厳しい目が注がれている最中、実写ドラマブラックジャックでドクターキリコの性別を変えてしまうという常軌を逸した原作改編を行ってしまうテレ朝。テレ朝は今回の多くの批判の声を受け、どのように考えているのでしょうか。原作者が亡くなっているから関係ない、芸能事務所のため、金のためだから仕方ないとでも思っているのでしょうか。テレビ局のそのおごりと被った姿勢こそが、結局は巡り巡って自社の信用失墜につながるのだと思います。しかし、なぜテレビ局は、原作にばかり頼り、オリジナルを作ろうとしないのでしょうか。もしかして、その技量がないということなのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。